ダリエン県はパナマ東部の県。同国では面積が最大の県である。この地はダリエン地境と呼ばれる高温多湿で熱帯雨林に覆われた地域であり、人口はまばらである。北から続いてきたパンアメリカンハイウェイもここで途切れている。1501年、最初のヨーロッパ人がこの地域を発見し、1503年、 クリストファー・コロンブスが4度目の航海でやってきた。1510年、スペイン人はダリエンに南米で初のヨーロッパ人植民地サンタマリーアラアンティグアデルダリエンを建設した。しかし入植はうまくいかず、すぐに放棄された。1513年、サンタマリーアの町をバスコ・ヌーニエス・デ・バルボアが出発して太平洋を発見している。五百十九年、 サンタマリアからの難民も、シゆダでパナマ設立のために駆けつけた。1698年、スコットランド人がダリエン植民地下の試みを開始した。しかし遅すぎて、失敗に終わり、1707年の合同法が制定され、スコットランド議会が英国に加わることとなった。現在、ダリエン県の県庁はラパルマであり、 トゥイラ川がサンミゲル湾に注ぐ場所に位置している。ありがとうございます。